寒天培地上のコロニーイヤオカビやコウジカビを含む様々な無菌培養された菌類培地とは微生物や生物組織の培養において培養対象に生育環境を提供するものである。炭素源やビタミン、無菌塩類など栄養素の供給源となるほか、細胞の増殖に必要な足場や液層を与える物理的な要素もある。もともと近代科学における 微生物の発見の一つは、欧州の食の基礎に位置するスープが腐った中に、発生したものを観察したところに始まる。パスツールによる自然発生説の検討の中でも、肉汁、すなわちスープのベースとなる出汁であるブイオンがよく使われてきた。これがいわば培地の始まりである。肉汁のような、ありふれたものに生育する微生物を培養する場合は、そのもの自体を培地とすればよい。 しかし、そうでない生物を培養するには、培地の成分を工夫する必要がある。一般に、自由生活性の生物は、培養が比較的容易である。例えば、藻類などは、独立栄養生物であり、光合成が可能なので、窒素源やビタミン、微量元素を中心とした希薄な培地で生育させることができる。それに対して、原虫など寄生性の生物は、概して環境の、 変動に弱く、また生育に特定の生理活性物質を要求するものもあり、培地組成を含めた培養系全体の構築、維持が難しい。多細胞生物の組織の一部を培養する場合は、さらに多くの成分を必要とし、細胞自体が外菌のコンタミネーションに対して非常に脆弱なので、培養には注意を払う必要がある。合成培地生成された、 化学薬品のみから調整可能な媒置。蘇生が明確で媒用の再現性が得やすい。半合成媒一合成媒一の機能を補う目的で、これに天然物を添加したもの。添加物としては、酵母抽出物や結成などがよく使われる。天然媒一肉やジャガイモなど、動植物の煮出し汁や土壌や腐食質の抽出液といった天然物をそのまま、あるいは寒天や、 少量の塩類等を加えて、ほぼそのままの素性で利用する培地。半合成培地や天然培地の場合、成分は不明確である。培養条件を一定にするという意味では、合成培地が望ましいが、そのためには、培養対象の必須要素の要求性や、その他の生育特性を完全に明らかにして、おかなければならない。従って、ある生物の培養系を確立する場合は、 天然培地で培養法を模索しながら段階的に半合成培地あるいは合成培地へと移行していくことになる。水に栄養分が溶けた状態で培地として用いるものを液体培地、固形のものを用いるものを固体培地という、歴史的には肉汁など液体培地が先行した。しかし液体培地の場合、目的外の微生物が混入しやすく、 またそれらを取り分けることがとても困難である。これに対する回答が個体培地である。個体上であれば多くの微生物は最初の細胞の周囲にコロニーを形成するため、それらを取り分けたり選別したりすることが容易となる。ただし、下記のように液体培地には個体培地にはない利点もあり、現在も目的に合わせて両方が用いられている。個体培地は ロベルトコッホが最初に考案した。彼は蒸したジャガイモの切り口に点在する雑菌のコロニーを見てこれを思いついたと言われている。当初はゼラチンがよく使われていたが後に寒天が主流となった。また元々もともと個体であるもの、例えばキノコ栽培のためのガクズなども個体培地と考えることができる。生物によっては両者を組み合わせた二小培地が用いられることもある。 また、同じ生物であっても用途によって培地の使い分けが必要となる場合がある。菌類の場合、陸生菌は溶液中でも菌糸成長するが、胞子は空気中でなければ形成されない場合が多く、固体培地が必要になる。逆に水生菌は寒天培地で培養できても、そのままでは胞子形成が見られないことが多く、そこで作られたコロニーを切り出して水中に投下すると、 格子形成が見られる。ありがとうございます。